どうも、速稼塾の久保です。今日の田舎の弁当が優秀すぎたはタコ天ですね。こちらです。パッケージ剥ぎました。これがね、なんと300円だったんですよ。お米もずっしり入っていて、この前ね、セブンイレブンのカルビ丼を紹介しましたけども、あれが600円ぐらいだったんでしょ。あれの半額でタコ天ですよ。タコが好きな方はこっちの方が絶対安くて楽しみなんじゃないかなと思います。それじゃあタコ天いただきます。タコ天丼ね、これ、うん、タコの歯ごたえがしっくりきますね。タレは特製のタレってわけじゃなくて、単なるめんつゆかなんかです、これ。うん、まあこんなもんじゃないかな。うん、とても美味しいってわけじゃないんですけど、まあタコ好きの私にはね、牛丼食べるよりもこっちの方がいいかなと。ただですね、ケチをつけて申し訳ないんですけど、田舎スーパーの揚げ物って油がもしかしたらね、あんまり良くないかもしれない。あと使い回しを結構してるかもしれないんで、うん、こういった揚げ物をね、食べ過ぎるとうっとくる場合があります。それもしょうがないよね。あの高級料亭のサクサクの揚げ物とは違いますんで、もう一回いただきます。でも十分美味しいです。うん、うん、田舎スーパーの丼、やっぱりね、いいですね。美味しい。うん、まだまだ食品安いですよ。うん、美味しい。最近卵が値上がりしてるでしょ。卵1パックよりも高いか安いかどうでしょうかっていう金額ですよ、300円っていうのは。うん、うまい。いってらっしゃい。